伝いで、テロに巻き込まれます。耳を伝いで、聞かないでください。ゴッゴインゴー。あはは、なんてすがすがしいのかしら。今週の免税で下ネタを巻き散らすとは。いや、登場頻度からしてメインを名乗るのはちょっと無理があるでしょう。もともと金髪とお嬢様という基本設定はいいと思うんですよ。ただその高圧的なキャラに問題が。何をおっしゃいますのやら。この私、東堂リリシアの精神に不完全性などみじんもございませんわ。おだからそういうところがサブキャラっぽいんですって。ピッチャー交代よ。いるじゃない連中、こんなフェアに言う。天使の思うままにならないことなんてかつてあったかしら。いい君ね。ユリンペさん、悪役のようですよ。おざまありませんわね、トウサカリン。自分のステッキにたしなめられるなど、やはり私とは持ち主の格というものが違う。いいえ、ルビア様もです。何ですって。ルビア様の任務を無視したその傍若無人な立ち居振る舞い、恐れながらルビア様はマスター失格であると判断します。あなたの大切なもの全部奪ってあげる。人望も友達も。プライドをズタズタにされて泣くあなたの顔が早く見たい。お嬢様、お茶が入りましたよ。ありがとう、市原さん。どうもみんな、わたくし様の歌にメロメロ。もっとわたくし様をあがめとてもすればいいわ。お疲れ、ルナちゃん。なんだマネージャーか。ノックぐらいしなさいよね。ルナちゃん、明日も収録と CM 撮りでバンバンだから、今日は早く寝るのよ。わーい。とにかくあいつらが何か怪しいことをしてるのは間違いないわ。証拠を集めて全校に公開するわよ。そしてはっきりさせる。会長にふさわしいのは牧夏夫じゃなくてこの榎本由衣子だってね。笑い方だけ聞いてると悪者だけどね。大人のレディーはいかなる時も隙を作らないものです。そうね。もういいわ、行きましょう。ですが。私がいいと言ったらいいの。はい。あなた、今日は多めに見るわ。次から私の前ではそのみっともない帽子を脱ぐことね。同じ騎士同士、正々堂々ジョストで決着をつけましょう。では、再び相まみえる日を楽しみにしておりますわ。ごきげんよう、キサキミヨさん。うわーはははははは。ベルティーヨ様、丸出しです。あの格好で高笑いとはさすが、ただの貴族じゃありませんわね。私が急遽開催したこのミス災難決定戦、ここであの小娘を完膚なきまで叩きのめし、誰が真のナンバーワンなのかはっきり分からせて差し上げてよ。Ugh.
取り寄せたマイホースよ。あなた方のレース引退馬とはわけが違ってよ。金持ちなの？高速道路が通るときに山と畑が高く売れてウハウハって言ってた。同じ中学？うん、一緒にエゾノの推薦を受けた仲。ん？ってことは推薦落ちちゃった人？いや、うるさいわね。さよならバイバイ、またいつか。何してるの？ここは私に任せて、早く入学式に遅刻しちゃうわよ。なんでそれを？ルビー、さっきの言葉訂正するわ。気分は最悪よ。このバカと一緒に帰ってくるなんてヘドが出るわ。ヘドが出るのはこちらの方ですわ。もともとこうなったのも全てあなたが原因ですのよ。自分のことを棚に上げてよく言うわ、このタテロール。なんですって？早く山田さんの彼氏を見つけなくては。あこそこそ探るのは趣味じゃないわ。直接山田さんに問いただすことにしましょう。山田さん、彼氏とイチャイチャできるのも今のうちよ。お嬢様、お夕食の準備が整いました。いつもありがとう、市原さん。失礼。ふふふ、人魚の武器は声、声こそ歌こそが人魚の誇りでしょ。この私様、エドマイルナに勝てる人魚なんていませんわ。嫌な笑い方の子供だよ。遅い、遅すぎるわ、あの小娘。一体どういうこと？うひゃうひゃ。これはおそらく敵前逃亡、勝ち目がないと悟り勝負を拒んでいるのでは。そうね、あの小娘も私の美貌に恐れをののいているのかしら。ララちゃんまだかな。ララちゃんの水着姿早く見たいな。うますげえ、落ちそうで落ちない、あの子もすげえ。制限時間オーバー、南九条さん失権です。なんですって、納得いかないわ。美しいものはずっと見ていたいものではなくって。うん、バカ見てるのも楽しいよな。そうっすか。あんた、そっちは踊りよ、雪原の青じゃないわ。なんですって？雪原の青は体育館の上よ。男子生徒の尿は全ていただいていくわ。検査結果を楽しみにしていなさい。